ソフトバンクドラフト3位の野村大輝内野手18、早見が休日返上でバットを振った。新人合同自主トレが休みだったこの日、筑後室内練習場で打撃マシンを打ち込んだ。バットを振らないと落ち着かないんです。爽やかな笑顔で話した。練習後には八女市に出かけ、焼肉を食べるなどリフレッシュした。